表紙材表紙材は、真の軍人、表紙材とも書く。字は、推定。関東省近州出身。はじめ向き境の部隊に属し太平天国軍と、戦い、朝国の部に転属され、副将に昇進、鎮魂に駐屯した。皆、豊か十年の第二次江南大英攻略で、朝国が落命すると、その軍を取りまとめて総兵に昇進。 信行に駐屯して6年、104回の攻撃を受けたが、ことごとく撃退した。太平天国の平定後、後世帝徳として、奇襲省の明王族の反乱鎮圧の応援とくれあちゅう、半の討伐に当たった。その後引退していたが、後初10年に、神仏戦争が発生すると、両高層と配りのホらにより、後世帝徳に再起用され、李平公、 王徳坊などを率いて、ベトナム北部での戦いに当たった。翌11年に、後世巡部藩家内心の命令で、遊戯関へ、侵攻、重火器を揃えたフランス軍に対し、矛を持って接近戦を仕掛け対象を収めた。神仏戦争終結後は、雲南帝徳となった。高所20年に、日清戦争が発生すると、江南で、旧部下を集めていたが、翌21年に、 下関条約が成立したため帰った。高所26年に、義和団の乱が起こると、再び兵を集めて、北京に入ろうとしたが、高所帝はその中友を褒めて制止した。死後、伊佐武武士の死亡が送られた。ありがとうございます。